い、皆様こんにちは。今回もこちらのチャンネルをご覧になっていただきましてありがとうございます。ラーニングエッジの清水光一郎です。さて、要チェックということでですね、経営者経営幹部であればもうぜひ見てもらいたいというような内容でお届けします。特に今インフレがねどんどん進んでる、物価高が進んでるってのは皆さん感じていますよね。でちなみに私つい先日サンフランシスコに行っておりまして、サンフランシスコでですね酢豚と小籠包を頼んだんですよ。酢豚と小籠包を頼んだらなんと40ドルだったんですね。40ドルって日本円だと6000円ですよ。いやちなみにこれ高級料理店、中華料理店に行ったわけじゃなくて、もう街のですね半分ファーストフードっぽいような中華料理屋でそんな感じでしたから、実際物価高はアメリカではものすごく起きています。インフレがこれは必ずトレンドとして日本に来ざるを得ないんですよ。差分があるわけですから、このまま差が起きたままずっと続くってことはなくて、こういうのだんだん調整されていくものなんですね。アービトレージってもう言いますけども、この調整がされてどっちが有利っていうのがだんだんなくなってくるみたいなことが起きてきますから、世界的にインフレが起きている以上日本で起きないはずがないんですね。じゃあその世の中で今持ってるお金っていうものがどれぐらいの価値を持つのかって、これ相対的に変わってきちゃいますね。となると経営者としてはどれぐらいの現金留保が必要なのかみたいなこととか、まあ、さらに言えばね値決めだったりとかいろいろ考えないといけないわけなんですけれども、今日はですねそんな中でよく皆さんからご質問いただく、会社に現金どれぐらい留保しといたらいいのかみたいなテーマでお話ししたいと思います。このあたりですねよくいろいろお話を私させていただいてますし、たくさん質問を受けるポイントでもあるので復習になる方もいらっしゃるかもしれませんが、ぜひ興味のある方最後までご覧になっていただきたいと思いますし、まだチャンネル登録されてない方はねぜひチャンネル登録してみてください。経営者ビジネスリーダーのお役に立つ情報たくさんこのチャンネルでお届けしております。それでは早速行ってみましょう。要チェックです。インフレも確実に来ます。インフレの時代もこれ前からずっと言ってますけどね、インフレに来る、そのキャッシュは何ヶ月分がベストですかっていうことでね、ちょっとまずは大前提から重要なポイントをお話ししたいと思います。もう世界中が本当にインフレなんですよ。もう先ほど言ったように酢豚と小籠包ですよ。日本だったらセットで1000円とか1500円、まあまあいいとこでも1500円じゃないですかランチ、普通に一般的な話で言ったらですよ。安いとこだと酢豚で800円とか900円とか1000円とかで食べれますよね。まあそこそこの中華料理行ってもお昼1500円ですよ。まあそれに小籠包をつけてですね、まあいいとこ2000円じゃないですか日本だったら。ですがこれ40ドルですよ。40ドル。まあもちろんねチップも払わないといけないので40ドルちょっとです。アメリカだとチップが必要ですから、まあ、15% から大体まあ今 20% ぐらいですよ。そうすると、まあ、20% 払ったら48ドルですからね。40ドルでも今150円ぐらいですから6000円です。チップ払ったら7000円ですよ。いやもう一回言いますけど、酢豚と小籠包ですから酢豚と小籠包でもう、いやもうそんななっちゃってるんです。周りでねよく聞いてる、いやアメリカでラーメン食べたら2000円だよ3000円だよとかって、そんなって。日本だとまあ1000円とかね、最近でもやっぱり1200円1500円ぐらいのねトッピングとか増やせばありますけども、2000円にはならないじゃないですか。3000円にはならないじゃないですか。でも世界中がそうなっちゃってるので、いいですか、これ社長は値上げをせざるを得ないんですよ。値上げをせざるを得ない。そうすると物価高って言われますけども、でもその分給料増やせるじゃないですか、値段を上げられれば。だからこの流れ、今のタイミングを使わないと、もう物価高だからしょうがないよねっていう、今このタイミングを使わなければ皆さん値上げするのが難しくなっちゃいますから、今こそ値上げしといた方がいいですね。でさらに言うとですね、これ借金増やしてもらいたいんですよ。そうなの、借金なんかしちゃっていいのって思うかもしれませんけれども、これ冷静に考えてみてください。借金、例えば1000万しました、1億円しましたって、手元に現金あってだとしてもですよ、インフレが起きてる時ってお金の価値が相対的に下がっていくんですよ。これどういうことかというと、今までだったら例えばお米を買いますって1000円かかってました、お米1000円でしたっていうのがインフレになって1500円になっちゃったとしますよね。お米が、そうすると手元にもともと持ってた1000円っていうのは相対的に価値が下がりますよね。つまり同じ量のお米手に入れられなくなっちゃうので、つまり現金の価値が下がるんですよインフレって。ということはです、1億円借りたとしても将来インフレになった時の1億円って価値が低いんですね。なぜならば元値段が高まってるし、給料も増えてるし、社会全体のお金の流通量が増えちゃってるので、1億円が相対的に価値
値が下がるんですよ。実はですね、国ってものすごく、日本ってすごい借金してますよね。日本国民に対してすごい、国債を含めてすごい借金をしてるんです。国が借金もうこれ返せないんじゃないかってずっと昔から言われてますよね。国民一人当たりの借金額はいくらですみたいなこと言われて、国は借金返せませんとなると、国の政策としても必ずインフレにするしかないんですよ。インフレにしとけば相対的にお金の価値が下がるので、国が持っている借金の価値が下がるんですよ。この世界の流れというか、日本国の流れに合わせれば、経営者もやっぱり借金をたくさんしておくべきです。借金すればするほどキャッシュが十分手元にある状態ができるので、借金しても後でインフレが起きる時代だとですよ、今の流れだからこそ私お伝えしてますけども、お金の価値が相対的に下がるので、借金しとけばしとくだけ得なんですよ。ただし気をつけないといけないのが、借金したらちゃんとそれを事業収益として儲けられるようなビジネスモデル持ってなきゃダメですよ。ただ借金するだけだったら金利が増えて、うわきついな、後で返さないといけない、大変だなってなっちゃうだけなので、ただ借りるだけじゃダメですよ。ちゃんと借りたお金を通じて投資をして、設備投資だとか人員投資をしたりして、でもしくは外部のコンサルタントを雇ったりだとか、教育制度をちゃんと整えるとかして、会社から利益を生み出せる状態になるのであれば、借りまくった方が有利です。インフレによって相対的にその借金の意味が下がっていくので、重みが下がっていくので、でそういうことを背景に、さあこれからキャッシュはどれぐらい用意しないといけないかっていうと、これが今日の結論なんですけどもね、まあ、最低でも経費の半年分、例えば毎月毎月1億円経費がかかってますというのであれば、6億円の現金は必要でしょうね。まあ、もっと身近なところで言えば、月に1000万経費がかかっているのであれば、6000万のキャッシュは必要だということです。できれば1年間ですから、月に1000万の経費がかかっているのであれば、現金1億2000万円ぐらいあれば、経費1年間払い続けてても会社は潰れないってことじゃないですか。1年後までは売上がゼロだとしてもっていうのは、だいぶ安心感あるじゃないですか。今起業してて経営してる人であれば、1年もあればですよ、なんかできるじゃないですか。商品作って企画検討してマーケットマーケティング仕掛けて、1年もあれば売上をまたゼロだったとしても、なんか作ることできますよねという安心感のためにも、少なくとも半年、できれば1年みたいなキャッシュを用意しておくっていうことがですね、これまでもまあよくお伝えしてましたけれども、意識していただきたいポイントかなと。そんなお金手元に用意できないよというのであれば、繰り返しになります。先ほど言ったように、借金すればいいんですよ。借り入れすれば、今借り入れとかね、もう話の持っていき方だとか、あとはもう出資とかも含めてお金集めやすい時代ですから、ちゃんと儲かるビジネスモデルを作るってことは前提ですけれども、借金をして、世界中がインフレですから、インフレでどんどん物の値段が高まっていくっていう、そんな時に備えてですね、値上げをする、借金をする、キャッシュを蓄えておく、みたいなことをね、取り組んでいただければなというふうに思います。今日のお話がね、参考になったというのであれば、ぜひチャンネル登録だったりだとか、いいねボタン、周りのシェアもコメントもお待ちしております。いつもご覧になっていただきましてありがとうございます。今回 YouTube の視聴者の皆さんに、なんと13個の特大特典プレゼントということで、期間限定 MBS 万徳マーケティングのセミナー無料ご招待、万徳系のすすめ書籍 PDF 全編プレゼント、あなたの企業を100年企業に育て上げる万徳系のすすめ、私自身の解説動画、集客を倍増させるコピーライティングがこれだけでわかるチャット GPT パーフェクトガイド、コピペするだけでプロの広告コピーが手に入ってしまうチャット GPT 海外最新プロンプト、変化の時代も売上を伸ばし続けるコロナ以降勝ち抜いているマーケティング3本の柱、たったの4週間で6000人以上を集客した実績付きのセミナーズ、門外不出の67の集客システム、100億売り上げた北の達人木下社長が広告術を語るセミナーズイベントの未公開映像、社長の指示なしで社員が勝手に成果を伸ばし続ける中小企業の DX 活用、年商5億円以上の社長が共通して実行した企業成長のロードマップ、社長も部下も予算策定できるようになる売上の方程式テンプレートと解説映像、会議の生産性が激増する会議所のテンプレート、そして解説映像、優秀な人材の離職率がゼロになる万徳企業になれる8つのチェックポイント PDF、 これらの全てが概要欄の LINE のリンクから受け取れます。ぜひ LINE の登録お待ちしております。